ハートマグネットネイル、多分絶対誰でもできる方法を今日はお伝えしちゃいます。こんにちは、あわちゃんでございます。今大流行のね、このハートマグネットネイル、あわちゃんが誰よりも再現性が高い方法を今日はお伝えしていきます。どうしてね、そうやって断言できるのか。あわちゃんは誰よりもあわちゃんずさんのことを一番に考えて日々ネイルの実験をしているのでお伝えができるというわけなんですね。だからもうあわちゃんずさんにこのネイルができませんなんてことは言わせません。あでね、まあでももしできない場合とかもあるから、できなかったらあわちゃんに LINE してください。まあ、てな感じでですね、あわちゃんは誰よりもわかりやすく、誰よりも簡単にいつもセルフネイルを教えています。あえてね、簡単にできるように教えているのでレベルが低いって思われてしまうこともねあるんだけど、あわチャンネルはセルフネイル界の丸パンマンなので、いきなり哲学を語り出したりはしないのです。いや語ってるな。まあではではね、長い前置きは置いといて早速ね作っていきましょう。今日はね、使う道具、ジェルがめちゃくちゃ大事なので、これは覚えていただけると嬉しいです。で、使っている材料とかに関しては下の概要欄の方にリンク貼ってるんで、そっちからチェックしてください。ジェルはキラピカマグネットジェルシリーズを使います。動きやすいマグネットジェルとあまり動かないのあるんですけど、動きやすいマグネットジェルを使った方がうまくいきます。で、次にこちらのマグネットなんですけど、まあ、マグネットもいろんな種類があるんですが、こっちのタイプだと磁力が弱くてうまくいかないかも。サルルさんで取り扱っているこのスティックマグネットを使ってください。あと特製針金です。でこれはね、クリップ曲げて自分で作ってもらうこともできるんだけど、結構この角度とかこの距離とかこの感じとかが意外と作るの難しいなと思ったんで、今日はね、これをあわちゃんプレゼントで用意をしました。まあ、ちょっと条件はあるんですけど、あわちゃんがねこうやってね一個一個みんなのために作りますので、そちらを利用していただければなと思います。まあ、誰でもねできるっていう再現性の高さがテーマなんでね、こういうのをね用意しました。でこれ全部できるかできないかあわちゃん全部チェックしてみんなのところにお届けするので、これとこれとこの組み合わせ使ったらもうできないわけがない、絶対できるから信用してねやってみてほしいです。ちょっとビジュアルがなんかあれなんだけど、精度がバッチリだから、ほらあれよ、たたずまいやばやばだけどめちゃくちゃ美味しいご飯屋さんみたいな、そんな感じなんだよ。じゃあ実践パートやっていきます。じゃあね作っていきましょう。結構色選びもね大事なんですけど、図面にねこんな感じでも結構見えるので、まあ、適当でもいいかな。今日はこのカラーリングでやっていきたいなと思います。チップに作ります。地爪にするときは大丈夫なんだけど、チップにするとき、ここにね磁石がついてるタイプのスタンドだと、この磁石にねマグちゃん反応しちゃうので、まあ、磁石取り外すか磁石がないねスタンド使っていただく方がいいです。はい、ではですね、まずぼんやりカラージェルシリーズのぼんやりラベンダー、これをスササササササと一度塗りしましょう。はい、硬化します。続いてマグネットジェル塗ります。量はね気持ち多めに塗ってもらった方がうまくいきそうな気がする。スイスイスイっと、ほい。まずね全体に模様を入れておきます。スイ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 、はい、こんな感じです。いい感じですね。クリップねこんな感じになってるので、ピッとここにくっつけまして、1なんだけど、そうね、ここら辺かな、ここら辺にしましょう。これちょっと爪の長さとか入れた位置とかによってちょっと変わってくるんですけど、まあここら辺でいいかなと思います。ちょっとここら辺は実際やって自分の爪はどの位置がいいかっていうのをちょっと調整してください。ちょっとこれだけはここだよっていうのが出せなくて申し訳ないんですけど、前から見るとこんな感じでまっすぐになるようにつけてください。横から見るとこんな感じですね。で、そしたらじゃあここに当てていきます。当て方としては横から見るとこういう感じで持っていってあげます。で、この時ぶつけないようにね、こうビャーってなると模様変わってしまうので、ぶつけないように当てましょう。ぶつけてしまった場合はもう一度塗り直してあげて、で、もう一回模様をつけてあげてリベンジしましょう。いきますよ。スイ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 、え、もう完成なのだか。はい、出来上がり。めっちゃ簡単じゃないですか。はい、硬化します。あとはトップジェル塗れば完成。スイスイスイと、
できちゃった。どう？これだったらさ、できそうじゃないですか。やっぱり今回一番難しいなと思ったのはこのクリップだと思うんですよね。クリップの作り方が違うと、こうあわちゃんがやってる通りのマグネットの当て方しても模様が変わってしまったりするから、再現性がね、著しく低下しちゃうなって思ったんですよね。なんでね、今回あわちゃんがクリップも作るから安心して挑戦していただければなと思います。で、あとはね、この道具たちですね、ジェルとかほんといろいろあってお手持ちのもので使ってもらうことも全然いいんですけど、ちょっと磁石の強さが違うかったりとか、磁石の仕様が違ったり、このマグネットジェルのキラキラの感じとかが違って、思った通りにならないことがね、結構あるんじゃないかなって思ったんですよね。ただやっぱりやりたいなって思った時に、自分で研究して研究して工夫してやるってなると、どうしてもね、回り道になっちゃうから、もうぜひぜひまねっこ作戦でやってみてください。もう研究してしんどいとかめんどくさいとか大変とかもあわちゃんだけでいいのよ。まあ、やりたい方はね、やってもらったら全然いいと思うんですけど、とにかく作りたいだけの人なんかはもうあわちゃんまねっこ作戦が絶対間違いはないので、まねまねしてください。で、こんな感じでもしやってもうまくできないとかあれば、ぜひあわちゃんにね、また聞いていただければと思います。あわちゃんが世界で一番簡単に解決策をお伝えしちゃいますんでね、よろしくお願いします。で、今回ですね、このセット販売も冒頭でちょっとお話ししたんですけど用意してます。あわちゃんが作ったチップとかテキストとか磁石とジェルと棒がついてますので、ぜひセットでお買い求めしてくださいね。詳細は説明欄に書いてますよ。いつもセット買ってくれてる方ありがとう。ぜひね、みんなが作ったできたよとかできなかったよとかね、あわちゃんに教えてくれると嬉しいです。それではまた次回のあわチャンネルもお楽しみに。またね。あ、高評価とチャンネル登録してくれると嬉しい。